ビュー。今から質問するのでテンポよく答えてください。はい、名前は何ですか？清水彩香です。年齢は19歳。出身地は大分県別府市です。血液型は B 型です。兄弟は何人いますか？兄弟はお兄ちゃんと2人です。自分の性格を一言で表してください。超絶ビビり。口癖は？すいません。すいませんです。チャームポイントは？目。自分のこだわりは？前髪です。自分を動物に例えると？犬で。好きな色は？好きな色はいっぱいあっていいですか？好きな色は？赤黒白です。好きな数字は？好きな数字は4と7です。好きな食べ物は？好きな食べ物はイチゴです。休みの日は何してますか？休みの日はゴロゴロしてます。よく見るテレビは？よく見るテレビ、イッテ Q とか。明日から1週間完全休み、何する？完全家で寝ます。チームメイトと1日だけ入れ替わるなら誰で何したい？メイちゃんで身長が高くなりたいです。旅行するならどこ行きたい？旅行するなら今は京都行きたいです。100万円当たったら何に使う？アップルウォッチ買います。無人島に一つだけ持っていくなら？火。ありがとうございました。これは面白そうだぞ。電気消えんかな。またですか？やば。質問するのでテンポよく答えてください。はい、名前は竹内しきです。年齢は19歳です。出身地は広島県です。血液型は O 型です。兄弟は何人いますか？3人兄弟です。自分の性格は楽天家です。口癖は大義です。え、大義。大クイーン。大義。意味はめんどくさいとか。広島弁です。チャームポイントは天然なところ。自分のこだわりは？こだわりは朝起きたら窓を開ける。動物に例えると？犬。好きな色は？青。好きな数字は？3と8です。好きな食べ物は？広島風お好み焼き。休みの日は何してるの？休みの日は最近は友達とドライブとか遊びに行きます。最近見た映画は？全然見てないんで。明日から1週間休み、何する？今ならガッチリテスト勉強します。チームメイトと1日だけ入れ替わるなら誰で何したい？はるかで犬と1日中倒れないです。旅行するならどこ行きたい？ハワイ行きたいです。100万当たったら何に使う？100万。親を旅行に連れて行きます。素晴らしい。無人島に1つだけ持っていくなら？無人島、水。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録マッチョンケン。